どうもトライトです。今回紹介する統合版マインクラフトバージョン 1.19.51 のバグ、座標ユーザーインターフェースのコピーを有効にする項目が消えているバグについて紹介いたします。こちらのバグはおてんばゆかさんなどの視聴者さんから情報をいただきました。本当にありがとうございます。今回のバグはスイッチで起こっているバグで、Win10 版の PC や iOS 版で確認したところ、こちらは座標ユーザーインターフェースのコピーを有効にする項目はありました。しかしスイッチ版を見るとこちらの項目がなくなっていました。スイッチではかなり使いそうな項目なのになくなっています。こちらの項目を有効にすることで、自分のいる位置の座標のコピーや視線の先にあるブロックの座標をコピーすることができます。さらに貼り付けることも可能で、スイッチ勢にはかなり必要な項目となります。一体どこへ行ったのでしょうか。ただし前のバージョンでこちらの項目を有効にしていた場合、なんと今のバージョンでも使えます。前のバージョンですでに有効にしていた人は大丈夫ですね。自分も変えておいてよかったです。ただもう切り替えることはできなくなりましたね。そしてバグ報告のサイトによると、Xbox も同じようなことが起こっているようです。これはコンソール版のバグの可能性がありますね。もしかしたらプレステもなっているかと思われます。これは対処法がないので修正待ちになります。早く治ってほしいですね。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.19.51 のバグ、座標ユーザーインターフェースのコピーを有効にする項目が消えているバグについて紹介いたしました。よかったら参考にしてください。大事な座標のコピーが有効にできないバグが発生しているとは思いませんでした。ただ前のバージョンで有効にしていたら使えるので、その点では安心でしたね。先に有効にしててよかったです。こちらはスイッチ版、 iOS、Android、Win10 版の PC、 Xbox 版、 PS4 にもあるバグです。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。